前編は楽しんでいただけたでしょうか、よかったら後半も見てください。次が左の扉です。生姜パウダー、ブラックペッパーのホールですね。この2つが入っています。これですね、私の大好きな眉の粒入りマスタードですね。これちょっと暗いですね、ごめんなさい。粒入りマスタードも入ってます、はい、でその後ろに、こちらですね、セリアで買ったあのスパイスボトルというんですかね、が入ってるんですけども、柚子七味、柚子塩、青のり、山椒、山椒は今切らしてます、はい、で、こっちがシナモン、これですね、カレーパウダー、こっちがちょっとターメリック、ピーピー言ってるターメリック、今入ってるのはこれノーラベルのもんなんですけど、今入ってるのは、ローリエです。はい、なんでこんな早く使ってピーピー怒られるからです。はい、こんな感じですね。もう後ろの方に置いてます。使用頻度が結構ね少ないんで、はい、毎日使うんじゃないんでね、こんな感じで置いちゃってます。はい、こんな感じですね。で次下の段に行きます。下の段に行くとこうなってます。はい、これね、片栗手前が片栗粉と小麦粉なんですけど、蓋私がなくしちゃいまして、また違うボトルを買おうかなと考えています。ね、こういう蓋ねすぐなくすんですよね私。なんとかしてくださいこれね。はい、とりあえずもうほんとね、でも使う頻度が多い、高いんで、もうこうやって取ってシャ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 ってやってます。でこの後ろですね、後ろは、100均か3コインズで買ったこちらですね、おなじみのドリンクボトルに、塩麹と昆布入れてます。塩麹は過去にですね、鶏むね肉サンドの作り方で多分出てきてるんですけど、塩麹結構使うんでここに置いてます。であと出汁用の昆布ですね、これもハサミで切り目バーって入れて出汁出やすくしてこの中に入れています、はい、2段目はこんな感じですね。次3段目ですね。3段目はもうこんな感じです、マヨネーズ、ケチャップ、ウスターソース、とんかつソースです。でもこれに関しては一切詰め替えてません。もう買い替えも頻繁ですし、あとこれですね、マヨネーズ、コストコでマヨネーズでいつもケチャップ買ってるんで、でかいんですよ、ほんまに。わかりますかね、でかいんで、もうこのままバンバンって入れちゃってます。はい、でもね、一応やっぱ統一感が出るように、全部固めてます、ここに。はい、では扉開けたこちらですね、こちらを紹介していきます。はい、冷蔵庫がピーピーになっちゃうんで手早く紹介していきます。はい、きび砂糖、味噌、カレー粉、そうめんですね。もう見たらわかるっていう感じなんで、生わかめ、バターですね。はい、上2段紹介します。味噌とカレー粉は容器に入れてるんですけども、使いやすいようにちょっと工夫しています。こちらもインスタグラムで紹介したり過去の動画で紹介してるんでちょっと省きます。こっちはちゃんちゃん焼きの方で紹介してます。これはキーマカレーの方で紹介してます。はい、でこれですね、そうめんが、今白のそうめんと、これですね、これ何だっけな、そば粉のそうめん、それは普通にお蕎麦やな、あ、黒ごまのおそうめんが入っています。はい、こんな感じですね。でその下の段に行くと生わかめが入ってます。でこれはノーラベルのもんなんですけども、今はほらピーピー言い出した、何だっけ、の残りが入ってます。早く使いたいやつですね。でこれがバターです。このバターもどっかで紹介しましたね、私バターのしまい方どこやったかな、どの動画やったかな、はい、バターカッターでバター切ってバババって入れてるんですけど、はい、で次がこちらの下の段ですね、 1,2,3 段目です。3段目いきます。3段目には詰め替える手間があったりとか、詰め替えられないチューブのものとか入れてます。甜麺醤のあれですね、こうパッて見ると甜麺醤のチューブのやつですね。はい、こんなんとかも詰め替えられないんでここにバサって入れてます。またピーピー言うてる。あとこの何だっけ、たこ焼きソースですね、たこ焼きソース。でたこ焼きする時の
のマヨネーズが細く出るやつ、これもここに入れてます。次こっちですね。これはジャム、チョコソース、練乳、黒蜜で、もう名前の通りは、ジャム入ってたり黒蜜が入ってたり練乳ですね。でチョコソースが入ってます。で子供がいるとね、どうしてもこういうもんね、冷蔵庫にあるじゃないですか。でもやっぱりね、こういうもんってね、こうカラフルなんですよね。牛は可愛いんですけどね。でもなんか自分的にはやっぱりね、白黒じゃないと落ち着かないんでこうしてます。で本当は冷蔵庫って白い容器で真っ白で全部揃えた方が綺麗なんですけど、私はこうパッて開けた時に、あの中身の在庫が分かりやすいようにもう半透明にしています。あえて半透明です。どれもどのやつも、はい。で、あのぎゅうぎゅうには置いていないです。必ずこうね、空間を作ってですね、ここですね、あの作ったおかずとか作り置きとか買ってきたものを、あの一時的に保管する場所を常に確保できるようにしています。これもね、引き出しでここ引き出せて、あのなんていうんですかね、置くとこがね、こう増やせるやつなんですけど、これももう常に閉まってます。邪魔なんで、おかずとか多く作った時だけ引き出して使ってます。はい、で次下の段いきます。このまま下の段、さっき 1,2,3 段目ですね、それの下の段はもうこんな感じです。これもあの、お鍋ごとバーンって入れられるようにしたり、してます。これ IKEA で買ったタッパーですね。私の父親があのつけてくれた漬物と、マカロニサラダを置いています、今は。はい、でこうやって常に空間があるようにしています。はい、ぎゅうぎゅうには入れません。で買い出し行った時も何でもポコスカポコスカ入るようにしています。はい、こんな感じですね。はい、次この引き出しですね、こんな感じです。はい、ちょっとスーパーの住所とか載っちゃってるのは、まあ、こうやってマスキングテープで隠させていただきました。はい、お豆腐とかですね。日付に関してはこれいつアップするのか、ちょっと編集が終わってからなんですけど、別に賞味期限が切れてるわけではありません。撮ってる日付がこの日付より前っていうだけで、はい、別に切れてるわけではございません。はい、でこのあれですね、ししゃもの下がこんにゃく、糸こん、ごぼう天、厚揚げ、コストコで買ったチーズかな、あととろけるスライスチーズが入っています。はい、もうね、ガラガラしてるもんはこの中に突っ込むっていう感じですね。本来はお肉とか野菜を入れるとこだと思うんですけど、チルド室なんで、でももう豆腐とかお豆腐とか入れちゃってます。はい、もう見たまんまの卵ですね。卵、こっちが先に使う卵ですね。でストックの卵です。もう常にね、10個20個はもう卵当たり前なんで、はい、なんかこれ結構たまにってどういう日本語や、たまにねびっくりされるんですよね。卵なんか入れるとこめっちゃあるみたいな、これが私普通やと思ってたんですけど、なんかそうじゃないところもあるみたいで、はい、卵入れるとこ2個ついてます。でもね、これ別に卵ケースがついてたわけじゃないんですよ。パックをそのまま入れてるんですけど、多分ここバターとか入れるんですかね、なんかあんまよくわかんないんですけど、私んちは卵を使う頻度がお弁当とかね、いろいろ多いんでこうやって入れてます。はいはい、こんな感じです。上からこうですね、もう手ぶれがひどくてすいません。これどうやって取ったらいいかわかんないかった。はい、こんな感じですね。扉の方、右扉です。左扉ですね。これまたピーピー言ってる。はい、以上我が家の、上の段の冷蔵庫紹介でした。また冷凍室と野菜室もさしてください。そんなね、ごめんなさい、大したことはないんですけど、冷蔵庫を見たいっていうリクエストはあったんでやってみました。はい、よかったらグッドボタンお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバーイ。はい、おまけ、これですね、今回ネイル、こんなんしてみました。はい、ウォーターシールっていうあのやつですねに、これ友達からもらった色を使ってみました。この色なんですけど、ショッキングピンクっていうんですかね。はい、お友達から何色かいただいて、これを今回使ってみました。はい、で家にあったラメラメですね、ラメラメと、これはジェルネイルなんですけど、白ですね、白ミルク色、これをベースに塗って、転写シールを貼っ、花柄の転写シールを貼ってやりました。にゃんにゃんにゃん。でこれがストーンですね。これ、仕事でね使ってたやつをほとんど処分してしまって、ほとんどないんですけど、今あるやつでちょっとネイルしました。こんな感じです。パンジーのお花ですね。はい、まあ、なんか参考になるかどうかわかんないんですけど、はい、なかなか可愛いんで、この転写シールはおすすめです。はい、以上、本日も、うわ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 、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。